ま、十分か。大丈夫か？自分の形は変えられても改造人間をいじったり他者の魂に干渉はできない。勝手に神経すり減らしてくれて助かるよ。だからさ、聞かないんだって。やるよ、かんざし。降りてきた。何がしたいんだこいつ。もういっちゃ、かんざし。落ちていた釘を。ずっと考えてたんだ、あんたの術式聞いた時から。これは効くんじゃないかって。ん？友なれ！釘先。まさか、まさかだ。俺の天敵は虎杖悠仁だけではなかった。妙だな、お前分身かなんかで術式使えねえんだろ。正解。術式の余韻が長い。まだ体が思うように動かない。クイザキ、ありがとう。俺は一人じゃないとそう思わせてくれて。だからお前はここで殺す。友成が効く以上、もうさっきまでのようにドカドカ攻撃は入んないな。こっからが本番ね。いいや、待て！無視して地下5階に向かってもいいけど、こいつを野放しにする方が後々面倒事が増えそうね。地下、分裂した。どれだ、どれか一つには潰せば致命傷となる魂の部位が含まれているはずだ。引っかかった。くそ、呪力で釣られた。麻痺
人が二人分身を作って別行動していた。一つに戻って修復するつもりか。さて、七三術師は一度触れただけでは仕留めきれなかったけど、どうなる？虎杖、みんなに伝えて。悪くなかった。釘崎。